さん、村木かとしさんと、その後は太田俊明さんの演奏になるんですけども、実はこのお二人と、実は最初言いましたように、あのライブを去年一昨年ぐらいから始めまして、まあ、ライブという場所がですね、奈良市のビバリーヒルズというところで、去年も一昨年も2回ほどやらせて、さらに今年は太田さんがどうしても大阪でやろうということで、キューズモール、阿部のキューズモールのライブタウンというところで4月の17日かにいたしました。そんなメンバーで、ゴルフはしかし2人はこの前までシングルさんなんですよね。そして今車田さんはなんと現在ハンディキャップ3らしいんですよ。それでサクソンもバリバリともう素晴らしいに尽きるんですけども、車田さんにも引けを取らないほど続きまして船木さんの演奏なんですけども、ギターは、かなり弾き語りとして、たくさんのレパートリーをお持ちなんですけども、私も一緒にやって本当に楽しい人です。なんというか、まあエンターテイナーですよね。そんな方なんですけども、いい曲を、弾いてくれると思いますので、曲目の紹介はやめてくれ、自分で言うから言うことなんで、そしたら回します。はい、どうぞ。改めまして皆さんこんばんは。だいぶですね、暗くなってきまして、花火が待ち遠しいんですけど、まあ、もうちょっと僕たちど素人のですね、音楽に付き合っていただきたいと思います。よろしくお願いします。入ってる？さんのですね、男前の若い、ね、イケメンのサングラス男の、あとやりにくいんですけどですね、頑張ってますので、洗濯物を机の
からだ、やっぱり女で生まれてみたいだけど、二度と寝間はしない、あなたになんかつまずかないわ、それでも恋は恋。松山ちゃんのですね、初期の歌で大ヒットした、恋という曲で、若い頃にはよくこの歌をカラオケで歌いました。ありがとうございました。ですね、昨日健康診断行ったらね、裸眼は 1.0 なんですけど、やっぱり老眼かかってますので、暗いとコードが読みにくくてですね、ちょっとやりにくかったんですけど、ちょっと今光をつけていただきましたんで、ありがとうございます。Oh!
春まだ遠く悲しむ人よあなたを愛す谷村新司の曲でですね、群青と並び称して、僕が好きな歌なんですけど、日はまた昇るというテレビドラマの主題歌だった、曲でございます。でこのテレビドラマの主人公はなんかお医者さんだったそうですけど、なんかね、ということで、順調に進んでましてですね、皆さんの協力を得まして、花火の時間までには終わるということで、